こんにちは、皆さん、シューです。こんにちは、では火山クセが地震最新情報と元気をお届けします。3月30日のメンバー限定公記は、日本で地熱発電が進まない理由ということで、お話ししていストをどうぞよろしくお願いします。さあ、今日のテーマ行きましょう。こちら、地震情報ですね。なんとですね、皆さん、大地震の直前に地震が発生することがあるんですね。これを前震と言います。今日の動画では、地震の最新情報を解きするともに、前震と大地震について、 詳しくお話しさせていただきます。はい、テっけ先をもよろしくお願いします。11時間後、震度7のやばい地震ということでね、3つのテーマをご意見しました。まず1つ目、地震の最新情報。全震と震度7大地震。全震から大地震は予知できるのかということをお話しさせていただきます。まさじめにこの動画の結論から申し上げていきますと、今後日本巨大地震に要注意ということなんですね。何その言えるのか。 それでは今動画最後まで見ていけスト。とってもご解になりますので、とも最後ご覧ください。それでは今日も元気にやっていきましょう。まずは地震の最新情報をお届けしたいと思います。本日、西日本で新たな地震が連発しております。事件が起こりましたのは、西の島から北に1,108キロほど行ったところにあります。兵庫県ですね。人口約530万人が暮らす大きな町でございます。 この兵庫県過去20年間で少なくとも290回ほど地震がブワーっとね、発生しております。この290回というのはですね、地震は少なめな地域になっておりますね。そんな兵庫でこの度新たな地震が連発したということがあります。 まずはですね、こちら、昨日3月29日に、兵庫の南部のあたりでマグニチュード2.6、最大震度1の地震。そして本日3月30日にもマグニチュード2.9、震度1の地震が発生したということで、このように今、京都で、京都じゃないですね、兵庫で震度1の地震がね、連発したということであります。 最大震度1ってどれぐらい揺れるのかと言いますと、わずかに揺れを感じる場合があります。または、ポンズ住宅が借りられるぐらいの揺れだったということですね。兵庫の地下はフィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込んでいる環境ですが、今回の地震はユーラシアプレート内部で2回の地震が発生いたしました。ユーラシアプレート内部に存在する地面の割れ目、断層がですね、ずれ動くことによってギャーッとね、地震が発生したということになります。 今回ずれ動いた断層なんですけども大きく二つあります。まずは一つ目の地震が六甲淡路島断層と呼ばれている断層ですね。3月29日の地震はこの断層で地震が起きました。そして二つ目の地震は 山崎断層です。3月30日、本日の地震はこの山崎断層で起こったものになります。ということで、今回ね、2つの断層で地震がそれぞれ起こったということになります。実はですね、皆さん、今回地震が起こりましたこの2つの断層なんですが、将来大地震が予想されている断層になります。まずは6個淡路島断層帯、将来マグニチュード7.9程度の大地震が予想されている危険な断層です。そして山崎断層も最大でマグニチュード 7.7の大地震ということでね両者ともに能登半島地震よりも大きな地震が予想されている断層となるということでありまして今後も要注意でございます続きまして全身と巨大地震ということで見ていきたいというふうに思いますそもそも全身とは何ですかということですがこれは 大地震の直前に起こる地震のことを言うんですね。例えば、全身がドーンと発生したとしましょう。その後、数日以内にさらに大きな地震がブワッと発生する。これを、全身というわけですね。全身と本心です。例えば、過去の事例見ていただきましょう。2011年の3月9日に、三陸沖でマグニチュード7.3、震度5強の地震が起こりました。 この地震こそが巨大地震前の地震でございまして、前震だったわけですね。そしてこの前震から2日後に発生いたしましたのが、2011年3月11日のマグニチュード9.0、ポンズガジョ町発震度だの東日本大震災だったということです。この地震は前震の後に来た大地震ということで、本震というふうに言われているということですね。 はい。で、まあ、このようにですね、全国では、全身から本身に繋がった事例というのがいくつもあるということですね。こ,こちらのですね、赤丸のところの場所が、これ本身、全身から本身に繋がった事例であるということです。過去100年間の中では少なくとも50件以上の事例が報告されているということですね。 で、今日の動画ではですね、この、前震から大地震になった事例を一つご紹介したいと思います。それが、1995年の1月17日に発生いたしました。阪神淡路大震災です。マグニチュード7.3、ポンズが蒸発する震度7の大地震でしたが、実はこの大地震もですね、皆さん、大地震の直前に前震が発生していたんですね。 では、この地震についてより詳しく見ていきましょう。阪神淡路大震災。地震の被害ですね。犠牲者は6434名でございました。めちゃくちゃね、たくさんの犠牲者が出してしまったんですけど、どうしてここまで犠牲者が増えてしまったのかと言いますと、犠牲者の多くは家具などに押し潰されてしまったということです。 なぜ多くの人は家具に押し潰されてしまったんでしょうかそれはズバリ、早朝に起きた大地震だったということなんですね。この阪神淡路大震災、地震が起きた時刻は、1995年1月17日の午前5時46分だったんですね。ということで、この地震は早朝の地震だったということで、寝ている人が多かったんですね。 そのために多くの方々が家具などに押し潰されてしまいまして、犠牲が多くなってしまったという事例になります。で、この阪神淡路大震災なんですけども、地震が起こりましたのは、ユーラシアプレート内部で発生した地震になります。 プレートがですね、横にずれ動く、横ずれ型のですね、地震が発生したということです。ずれ動いた断層は、本日地震が発生いたしました。6個コ淡路島断層ですね。この断層で、マグニチュード7.3の大地震がブワッと起こった事例になります。で、実はですね、皆さん、この大地震、阪神淡路大震災なんですが、大地震が起こる前に大きく5つの前兆現象があったんですね。 兵庫南部で大地震がゼロ回だった。 京都で40年ぶりの震度4、群馬地震が発生した。前日に4回の前震が発生し、発光現象があって、その後、大地震ながったということです。一つ見ていきましょう。まずは、兵庫南部で大地震が0回だったということです。こちらは1923年から阪神淡路大震災が起こる前年の1994年にかけて発生いたしました。兵庫県の過去70年間のマグニチュード6以上の大地震を映しております。 見ていただくとですね、この兵庫の北側では大地震が起こっておりますが、この南側ポカンとね、大地震が一回も起こっていなかったということになります。そして前兆現象その2、 京都で40年ぶりの震度4があったということですね1994年6月28日にこの京都でマグニチュード4.7震度4の地震が発生いたしましたこの地震は40年ぶりに発生した震度4の地震でしてこの京都で、ね、起こった地震の中では非常に、ね、珍しい地震だったということですまたそれに加えまして1994年の5月28日に滋賀県でも同じようにマグニチュード5.3震度4の地震が発生して こちらもやはりね、珍しい地震だったということで、まあこのようにこの日が、この東日本じゃないですね、阪神淡路大震災が起こる前に、珍しい地震がね、起こっていたんだということです。 そして三つ目、群敗地震が発生したということです。群敗地震はこの、えー、兵庫とですね、えー、大阪の県境にあります、稲川町と呼ばれている場所で、えー、群敗地震と呼ばれたくさんの地震がね、ブワーッと起こっておりました。こちらもですね、皆さん、やはり珍しい地震だったということです。そして四つ目、前日に4回の前進が起こっていたということですね。 もともとですね、この兵庫なんですが、過去70年間139回、この辺りね、起こっていた地震ですね。139回ということで、地震が少ない地域だったんですね。そんな地震が少ない場所で、 地震がですね、4連発したんだということです。その事件が起こったのが、阪神淡路大震災の前日になります。1995年の1月16日に、18時から23時49分の間にかけて、この明石海峡大橋付近にかけてですね、 マグニチュード1.5から3.7ほどの小さな地震が4連発したということです。こちら実際に観測された前震になりますが、マグニチュード3.7、震度1の地震が起こったわけです。この地震は阪神淡路大震災の11時間前に発生した地震だったということで、まさにこれこそが前震であるということです。 そして5つ目、発光現象があったということです。地震の直前に白空がですね、白く見えたと。で、どんどんですね、白くなっていきまして、最終的に大地震がブワーッと発生したということですね。というわけで、そのような5つの現象を経て発生したのがマグニチュード7.3、ポンズが蒸発震度どなの、阪神・淡路大震災だったんだということですね。 で、ここでね、やはり特筆するべき点は、この1月16日に起こりました、18時から23時の、この地震の4連発ですよね。はい、特に、この時にはマグニチュード3.7震度1の地震が発生して、この地震の後11時間後に発生したのが、阪神淡路大震災だったということです。ということはですよ、皆さん、ここまでのね、情報を見てみると、これ、大地震の前進がわかれば、 大地震の予知ができるんじゃないかってね、思われた方いらっしゃると思うんですね。はい。ということはですよ、これ、大地震の全身をあらかじめ知ることはできるのでしょうかということですよね。はい。この全身さえ知ってしまえればですね、大地震の予知はできるということなんですが、ククディミネセメニキューヌムンデディグゼミスキューエ地震が起こりましてヒューグキンの 意外ね、名物とは次のうと一緒をとっていくと考えください。鹿、ヤギ、イノシシ。謎組織の長万部、絶対チョキしか出さない協会が開発した幻の一品、ぐちゃぐちゃ、カブルボナーラ。宇宙のパーサーと一緒をとっていくと考えください。3、2、1、8周流です。正解は2年ね、くり せんべいのイノシシということで味してですね、皆さん。意外にも、この兵庫県、イノシシが有名ということで、美味しそうですね。はい。まあ、余談はこれぐらいにしておきまして、え今日の本題と参りましょう。全身から大地震の予知はできるのかということですが、ズバリこれ結論から申し上げておきますと、残念ながらできないということなんですね。詳しく見て参ります。実はですね、皆さん、現代科学では、この大地震の前身と、 普通の地震を見分けることができないということなんですね。この阪神淡路大震災の11時間前に発生した、この震度1の地震。こちらもですね、やっぱり普通の地震と同じだったわけであります。珍しい地震ではあったんですが、普通の地震と同じです。で、その後に発生したのがマグニチュード7.3の大地震だったということでございます。ということでね、えー、この結論になりますが、全身か、 普通の地震化というのは、現代科学では見分けられません。すなわちこれは、全身から大地震の予知はできないということを意味しております。でここまでね、動画を見て、じゃあもうなすすべがないやん。お先真っ暗やんって思ったそこの奥さん、ちょっと待ってくださいよ。ええ。 あのですね、これは、そんなこと全くないということなんですね。確かに我々、今はですね、地震の予知はできません。でも、防災はできるということです。我々ができる対策といたしましては、日々地震がどこで起きたかを知ることだということですよね。 はい。この阪神淡路大震災マグニチュード7.3ポンズが蒸発震度7地震が起こりましたが、この地震が起こる11時間ほど前にはですね、全震が発生しておりました。この地震、確かにえ全震はね、見分けがつかない普通の地震です。この普通の地震からやってきたのがマグニチュード7.3の地震だったということなんですけども、ここで重要なポイントといたしまして、今日起きた地震というのはですね、 大地震の前進かもしれないということも言えるんだということです。え、本日ですね、六甲味島断層帯と山崎断層で2件の地震が起こりましたけども、この2つの地震、もしかしたら大地震の前進につながるかもしれないと。この後ね、ブワッと大地震に発展することもあるかもしれないということです。まあ、このようにですね、今日起こった地震というのは大地震の前進かもしれない。 かもしれない運転というのは、大地震の防災にめちゃくちゃ重要になってくるということなんですね。ということで、日々どこで地震が起こっているかというのを知るのはね、めちゃくちゃ重要なことなんですよということです。というわけで皆さん、これからもね、地震を知って備えていきましょうということですね。ま、また新しい情報がね、入ったらお届けしたいと思いますけども、今日の問題でございます。全身から大地震の予知ができない理由とは何でしょうか 珍しい地震だから、地下浅い地震だから、普通の地震と同じだから、宇宙の場はさどうでしょうかということで、コメント欄に書いて挑戦してみてください。正解した方にはハートマークをつけたいと思います。い。以上が今日の放送になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも地震や火山最新情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、ツイーもチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。3月30日のメンバー限定講記は、 日本で地熱発電が進まない理由ということでお話しせていただきます。メンバーの収益の一部は被災地に寄付されます。メンバーの皆様いつも本当にありがとうございます。シュリミティミニシメジイヌフシュリィティシミシーフィ。チューイリチューグジッピーピーティスティイリスティイリスティ